今日は1月26日、地元の鎌瀬山スキー場が昨日からオープンしたので今日来ております。まだリフトはこの下の第2リフトしか動いてないんですけども、朝9時から晴天の中、後ろ見てください、最高の景色、はい、真っ白なピステンの入った斜面を滑らずに上のリフトですね、動いてない方のリフトを上がって私は新設をいただこうと思います。はい、じゃあ気持ちのいい朝、本日もスタートです。山頂方面もだいぶ雪入りましたね。もう一振りかな、山頂から落とせるのは。まあやればやれるんでしょうけどね。はい、まあ今日とりあえず第一リフトの方楽しもうと思います。はい、リフトを降りてハイク準備をして登ってきたところです。いやー、いいですよ今日、綺麗。This is 鎌瀬山。昨日ね、知り合いの鉄砲玉さんが登ったトレースがうっすら残ってて、これを使ってます。トレース外すとやっぱズボンと落ちますね。結構深い。楽しみ。しっとり系の新設です。はい、スタートハウス到着です。ストーブをつけて、ちょっと玄関先の雪かきをしようと思います。はい、雪かきが終了したので休憩中です。この間、翔ちゃんにもらったカントリーマームをいただきます。今日はコーヒーは持ってきてません。軽装です、今日は。リフトでもうサクッとといった感じですね。鎌瀬山頂、だいぶ近い。いやー、白くなりましたね、ガレ場のとこ。まだもう一声だな。うん。よし、じゃあ滑ってみましょうか。一本。なんかね、雪が硬いんですよね。なので、溜まりやすいところを攻めようと思います。はい。とりあえず一本行ってみよう。固めのパウ。はい、今一本やってきましたが、いや結構ね、もっとガリガリかと思ったら、まあガリついてるとこも風で飛んじゃって雪がないとこもあるんですが、固めのパウでめっちゃ雪、板が走る。気持ちがいいんで登り返します。はい、登り返して2本目、谷のとこ良かったんで、あそこに定点カメラ置いてます。そこまで一本やってみようと思います。よっしゃ、2本目、スタート。また谷を落として中上級コースから今度上級コースの方に来ました。こっちも埋まりましたね。鉄砲玉さんが教えてくれたんで、ここ今日ノートレースになってるんで登り返して1本だけやろうかな。はい、じゃあ登り返します。ちょっとね、雪がかなりもなかになってきてる。もう1本で終わります。はい、上級コースをちょっとだけ登り返して3本目行こうと思います。
本来なら上まで登り返してここをノートレースも滑りたかったんですが、もう雪が恐ろしい速さで終わってきてる。なのでここももしかしたらモナカかもしれない。はい、じゃあ行ってみましょう。3本目、はい、スキー場の駐車場まで戻ってまいりました。今日は釜瀬山スキー場ですね、2回登り返して楽しく遊べました。天気も良くて、やっぱ天気のいい釜瀬山最高ですね。海が見えて綺麗でした。明日はですね、八甲田大岳スカイ沢から登る予定です。はい、冬休み満喫中です。あと、ここのセンターハウスですね、ここに新しいご飯屋さんできたみたいなので、今日はちょっと今からそこで昼ご飯を食べて帰ろうと思います。じゃあ今日はこの辺で終了です。ご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。新しいお店はリラックスプラスキッチンというお店です。スコーンなど軽食に力を入れてるみたいですが、がっつり食べたい人のメニューもありました。お店の中はこんな感じでいい雰囲気でゆっくりできます。あと海側に向いてる窓、ここ私も座ったんですが、景色が見れて非常に気持ちが良かったです。ご飯を食べたい人はカレー、ラーメン、ピラフ、うどんがありますね。その他は軽食です。私はラーメン550円を頼みました。550円ってすごいですよね。なかなかないです。麺は中太麺でもちっとしてて美味しかったです。